い、ということで誰ですか誰ですか皆さんお久しぶりです。久しぶり、新メンバーってかなんかあんまり最近見たことないんで。ちなみに再生数平均どのくらいですか。あ、すみさん、おかげさまで妹が出てないところから再生数がぐんと上がっております。ありがとうございます。ホタセダのセナです。あ、セナあった。おい、最近さ、ちょっと一人でやりすぎてて、なんかセナって誰やったっけって思ってきたところで、え、どうしたんですか。え、今日はちょっと本腰を入れようと思って。腰を。はい、ということで久しぶりやな。久しぶりです。いただきます。本当に。撮り方忘れたもん、お前と。いや、それは。どんぐらい撮ってなかった。2週間。だって俺引っ越ししてからお前映ってないんじゃん。ということで。なんか気まずね。お前との笑いの取り方が忘れた。実質1ヶ月ぐらいで 2本しか出てへんな。今回はなぜあんまり取れてなかったかっていうのを説明してくれるということで。はい、そして長らく皆さん立ち来てからですよね。うわ、水入れてくれてる。初めて。いや、長らくことすなに出演できておらず本当に申し訳ございませんでした。何をしてたんですか。どう説明したらいいのかまだわからないんですけど、皆さんに、まあ、発表できる日が近づいてるっていうことだけを先に伝えさせていただけたらなって思っていて、でもいろいろ本当に、あれですか、もうちょっとで、うん、その自分が、うん、視聴率の疫病神やって誰が視聴率の疫病神特に、まあ、めっちゃ頑張ってたね。特に頑張ってきたので、うん、もう少々お待ちいただければなと思います。まだ待つんかやっぱ気になってたのはもうセナが一体何をしてたかっていう。あ、けど安心して、意外とセナどこっていうコメントないからみんなセナのこと興味ないってことかな。まだな、まだセナもコメント欄めっちゃ見てたけどない、そのコメント。けどずっとあれやろ、 TikTok のライブもしてたんやろ。だってうん、ライブもしてるので、うん、できるだけことすなに、え、 YouTube 下手だったちゃんとライブでもクタスな宣伝してるし、ちょっとでも貢献できるように頑張ってるので、ほんまにもうちょっとだけ待っててほしいです。なんかもういろいろ言えへんことがいっぱいありすぎて、うん、早く言いたいね、妻は、うん、でもちょっと言えないことがいっぱいあるので、はいはいはい、まあ何回も繰り返してる同じこと繰り返してるだけ。まあ僕たちが仲が悪くなったとかそんなことは一切なくて、ほんまに忙しい。こっからちょっとだけ落ち着くから、もうちょっと撮影できたらなと思っています、うん、じゃあ最近の個人的ニュースは。お前が一番気になるやろ今。確かに個人的ニュース。セナの個人的ニュース、うん、髪の毛を染めました。どうですか。めっちゃ綺麗。お前さ、フィオナ姫みたい、ブスの方の。おい誰がシュレックあ、けどさ、今日ビデオズームをしたんよ。思ったんよ。ちょうだい。俺さ、結構筋トレしてるわけよ。関係ないやろ。前来て、ほらほら、ちゃうって、おでこ寝てるからやって。関係ないよ。関係あるって。おでこ出してみよ、お前。いいよ、ほら、一周ぐらいやん。めっちゃ高いやん。君はイトリフトとかさ、いろいろ施術してる中で、別にセナはそう。なんでお前食うてんねんこいつ、なんかさっきさ、この動画撮るからなんかウーバーしろやって言ったらさ、いや私はこのチキンだけでいいとか言って、お前食うてるやんけ、俺のやつ。うわー、最近お前が幸せそうですのが見にくいぞ。こっちのプライベートニュースで言ったら、この家に引っ越してから、うん、金運、恋愛運とか人生運全部、うん、めっちゃ良くなってる。素晴らしい。なんかモテるし、でしょ、運気がやばい。マジで良かったな、うん、引っ越して。はるちゃんの休日あるやん、うん、とのコラボあったやん、うん、撮影の途中で7777のナンバープレートを見たわけ、うん、それを見るだけでもめちゃめちゃ奇跡やん、うん、俺は企画をしてレンタカーを借りてたからレンタカーを返しててん、うん、まあその後もう家まで戻るかってなってタクシーを拾ったわけ。その前広くんっていう男の子がおって、うん、ちょっと今日パチンコ行ってみるみたいな、もしかしたら7777出たしみたいな、勝つかもしれんで7777あったから、うん、って言った瞬間に左に7777のナンバープレートが通ったわけ。大騒ぎ。やばいなと思ったわけ。夜9時ぐらいに家に行ったわけ、うん、謎に当たり出すんよ。まあそれは普通やん。ただ打ち切りになってん、うん、で持ち越ししますってなって、次の日スマパチ
わからん。コンプリートしました。素晴らしい。どのぐらいの確率なんですか、ちなみに。ガリガリ君のあたりあるやろ、うん、あれを10回連続引くぐらい難しい。えぐ、いい例えやったと思う。パチンコとかスロットをやってる方やったらわかる。この スマパチでのコンプリートなんて用ないわけ。へー、そう、それだけじゃないんよ。やっぱこれは分かったことがあって、みんな、なんだなんだ、運気は続いてるうちに、はい、もう落ちるまではやり続けなあかんってことが分かった。みんなやり続けなあかん。今いけると思った。満足したあかんねん、ここって。はいはいはい。運気がいい時ってずっとその1週間後に1体よ。で、はい、次はスロット、そこで1万5000枚出ました。どういうこと。それかき20しちゃって。1万5000かき20は45。なんで30枚じゃボケ。でコンプリートって言われてるのがまあ1万9000枚とかやねんけど、うん、嘘、1万5000枚出て、こんな金運、うん、上がることないなと思って、全部この家に引っ越してからすごいこと、いいことしか起きてないのよ今のところ、うんうんうん、マジで。素直もこの家の方が好き、うん、なんか説得力ないな。うん、なんかもっとオーラを感じたとかさ、うん、金運、うん、まあ、居心地いいよな、うん、もう説得力ないな。ほんま俺は結構いいこといっぱい起きてた。素直と合わへんだけで。おい、でも素直も達也に会ってないから。ほんま、あのちょっと肌がツヤツヤやし、やのにまだ顔そんなでかいの。でも個人的には、うん、あのベッキーさんのトゥーって感じ。トゥー、私なんて見てみて、私の芸歴ノンブレイクトゥー、14歳でデビュートゥー。でもちゃんとそのトゥーはいいこともあり悪いこともありで成り立ってるから。あなたの顔はブー。おい、どう、そっちは。なんかジェットコースターみたい、うん、なんか結構いろいろ起こってるんですけど、全て必然やなって感じてます。だからみんなも人生いろいろあると思うけど、うん、全部起こるべくして起こってるんだなって、うん、いずれそう思える日が来ると思うから。説得力ないな。全部説得力ないな。どうしよう、一個聞いていいですか。悪い顔してるわ。そのセナがいない間に再生回数が安定しだしたことに、はいはい、件についてどう思いますか。ひどく傷ついています。ちなみに、うん、TikTok ライブの半分が、うん、こたつくんのファンだと聞いたんですけど、そこら辺どう思いますか。大変ショック。いやでも嬉しいから、うんうん、でもやっぱ自分で無力なんだなって思います。まあそんなことはあります。はい。ごめんなさい、そんなことない。お前さ、楽しい、そうやってさ、お前さ、お前さ、ちゃ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 、やめて、自己肯定感を下げて。俺はお前と一緒にやりたいよ、動画。思ってないやん。お前と、え、みんな聞いて、みんな聞いて、みんな、この人はセナが出んようになって再生数が上がってルンルンやから、なんか編集とかも、全然その人めっちゃ面白いから、それが送って、とかさ。頑張ってる妹を俺はそんなもうそれ以上の負担をかけられへん。去年とかもう毎日お前何でこんなんしか言えんねんとかさ、そういうことしか言ってなかった。だから今回は一緒、ありがとうな、よう頑張ってんなとかさ、ほんまに聞いたことないようなことばっかり。もういい意味分からへん、ほんまに。いい意味分からへん、いい意味分からへん。もう見たことないようなスタンプ使ってるから、ウサギのいつもお疲れ様、ビビビビビビ。そうやってさ、セナがさ、ご覧動画が伸びて優越感にしたってだけ。あ、やっぱ俺って天才やな。お前、ほんまに思ってる、それでそうやって、うん、思って、ショック。まあ、なぜこの動画を撮ってるかというと、まあ、ショーツとかね、ちょっと全然上げれてなかったんですけど、今後ちょっと再開できそうなんで、ショーツは変わらず、19時からショーツまた上がり始めますし、もうちょっとね、ジャスタウェイユーはもうちょっと上げていきたいなと思ってるんで、これからはちょっとずつ、こたセナ出てくるんで、また楽しみにしていただけたらなって思います。そして、セナがずっと水面下で頑張ってた理由も、あともう少しで知れるんで、はい、まあその時は全力で支えてあげていただけたらなと思います。今日はちょっとペアルックみたいな感じで気持ち悪いんですけど、今後とも、はい、こんな人を、こんなやつをよろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでこれからもこたつの応援よろしくお願いします。はい、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、この真ん中の丸いボタンをちゃんと1秒押すだけ、チャンネル登録ボタンを押して、今から押して、早く押して、あー明日もう押して。